はい、こんにちは。今回は敵地で完全アウェーの中、英雄や強豪ボクサーを KO した誇り高き日本人ボクサーを紹介いたします。なお、もう一つのボクシングオタクチャンネルを始めましたので、そちらもご視聴ください。チャンネル URL は概要欄に貼っておりますので、よろしくお願いいたします。このブーイングが完全なるアウェーという証明であります。西岡選手は将来を嘱望されていましたが、4度の世界挑戦失敗にアキレス腱断裂など才能がありながらも数々の苦難に見舞われました。しかし、世界挑戦を諦めることなく、スーパーバンタム級に転じてからも連勝を続け、ついに世界王者になり、2度目の防衛戦でジョニゴンの地元メキシコに乗り込んできたのです。アマチュアで164勝し、プロでもすでに40勝しているジョニー・ゴンザレスは左フックが非常に強く、 KO 勝利が多いので地元メキシコで大人気なのです。1ラウンド、2ラウンドとジョニゴンが有利に見えましたが、2ラウンドには西岡選手がジャブの差し合いを制し、ジョニゴンは焦っていたように感じます。そのジャブが布石となり、西岡選手の見事な左が炸裂するのです。メキシコモントレーに響きます。WBC世界フェザー級王者の英雄ビセンテ・ファルディバルに柴田邦明選手は敵地メキシコで挑戦しました。英雄ファルディバルは強烈なパンチで名王者のシガーラモスやジョニー・ファミションに勝利し、当時最強と言われていたのです。一進一退の攻防が続きましたが、10ラウンド頃から柴田選手の有効打が目立つようになり、特に右のパンチが強烈に入り、ファルディバルは出血が止まらなくなりました。こんにちは、久高博之です。アノムルンレックとの一戦は、僕が今までやってきた49戦の中でも思い出深い試合の一つになってます。その試合がボクシングオタクチャンネルで紹介していただけるということで、とても光栄に思います。ありがとうございます。タイで日本人ボクサーがタイ人に勝つことは非常に困難なのです。久高選手もタイでは2戦2敗です。そのうちの1敗が3年前にパノムルンレックに喫した敗戦です。パノムルンレックはムエタイで活躍し、19歳の時に
ボクシングに転向し、デビュー戦の相手は当時全勝だったロッキー・フェンテスだったのです。デビュー戦でロッキー・フェンテスを破り、その後も順調に勝ち進み、28戦全勝でかれこれ4年 WBC 世界フライ級1位なのです。久高選手は18勝8敗と負け数が多い感がありますが、デビューから2連敗した後にカウンターとテクニックに磨きをかけ、また世界戦後2度戦い、スピード、技術、経験と一級品の世界ランカーなのです。久高選手の談話ですが、前進されるのは嫌でしたが効いたパンチはなかったようです。そして無理に押し返すのではなく、 L 字ガードでいなしながらコツコツとカウンターを当てていく作戦を取ったのです。2009年11月に高山勝成選手は日本ボクシング協会を脱退し、海外に戦いの舞台を移しました。高山選手は WBA と WBC の世界王座のベルトを獲得しており、残る IBF と WBO のベルトの獲得を目論んでいたのですが、当時の日本ボクシング協会は IBF と WBO を認可していなかったため脱退したのです。IBF 世界ミニマム級王座のベルトをターゲットとした高山選手は、挑戦者決定戦を IBF 4位のレフェレと行うため、敵地南アフリカでの試合に臨んだのです。迎えた第6ラウンド、高山選手がギアを一気に上げて世界挑戦への切符をつかみにかかります。その後高山選手は2013年3月にメキシコでIBF 世界王座となり、2014年12月に WBO 世界王座に戴冠したのです。セレモニーが進行しておりますリング上、両選手が紹介されます。大きな歓声が沸き起こりました。そして日本の小熊が大きく手を挙げました。王者のパクチャンヒはアマチュア時代
125勝2敗の戦績で、モントリオールオリンピックでベスト8に進出しております。プロ転向後も、わずか11戦目でミゲルカントを破って、WBC の世界王座に戴冠し、6度目の防衛戦に小熊選手を迎えたのです。そして相手が打ちやすい体勢になります。コーナーに詰まった小熊があった。連打。無敗の王者パクに対して小熊選手はすでに8敗しております。5年半前に WBC 世界タイトルを奪取しましたが、初防衛戦でミゲルカントに敗れて陥落し、その後世界調整の経験を重ね、今回は戒厳令が敷かれている韓国に乗り込んで韓国人期待の世界王者に挑戦するのです。序盤はパクの突進を防げなかったのですが、小熊選手は徐々にステップでかわしたり、ボディ攻撃を交えながら終盤からペースを握り出しました。試合を再開し第8ラウンドに入ると、小熊選手のボディ攻撃のせいでパクの動きがめっきりスローダウンします。小熊選手はパクのパンチの当たらない距離をキープし、接近するとボディを攻撃するので、パクは防戦一方になり崩れていきます。